ここは茨城県のとある農家。しょっと。私、バラキサナエは毎年ここでお米や野菜を作って暮らしています。サナエちゃん、ん、ひなほちゃん。私はこの大地の恵みいっぱいな茨城が大好きです。麻生つたきたて白米梅干しネギ天こぶりの納豆、完食煮物と白菜キャベツの浅漬けお茄子のお味噌汁、寝ぼけいまなこをこすりつつお手で合わせていただきます。アドカルエーテルバラキちゃん、今日も元気に行ってきます。落ち込むことがあったって、朝ごはんだけは欠かさない、ずっと笑顔でいるための大事な私の約束、もとよ風は強く吹く日も、空が見えない曇りがちな日でも朝ごはんを食べれば心は日本晴れ、大地の愛に育まれて、私はすくすく育てくの他の人たちと一緒に、私は生きていく愛をかみしめて、大地の愛を力に変えてこの世にはびこる悪を成敗、アドカルエーテルバラキちゃん、農家の愛をかみしめて。これから田植えなんだよね。やっと稲作って感じでしょ。うん、準備はバッチリ、さなえちゃん。うん、苗を植えるんだよね。頑張るぞ。でも実は田植えの前に一つやらなければいけないことがあるの。やらなければいけないこと？そう、田植え前の準備。今日は田植えとその準備の説明よ。よろしくお願いします。これが大きくなった苗よ。種まきをしてからだいたい20日で10センチから15センチくらいになるの。この間種をまいた苗もちゃんと大きくなってるね。よかった。この苗を田んぼに植えるんだけど、その前にやっておくことがあるの。どんなこと？白かきっていう作業よ。白かき？白かきっていうのは水を入れた田んぼをかき回して平らにならすこと。ほら、田んぼが硬かったら苗を植えられないでしょ。あ、そっか。田植えができる田んぼにするためには2回白かきをする必要があるのよ。準備ってこのことだったんだね。その通り。白かきが終わったらいよいよ田植えの始まり始まり。広い田んぼにはこうやって田植え機で田植えをするのが一般的ね。今は機械があるから便利だね。そう、でも田植え機が入らない田んぼの隅の方は今も手作業で苗を植えてるのよ。全部機械でやるわけじゃないんだね。昔も今も農家の人が一生懸命作業をしていることに変わりはないの。お米を食べるときはそのことを少しでも思い出してくれると嬉しいな。私も田植え頑張るよ。お米も大切に食べるね。ありがとう、さなえちゃん。田植え、命の芽吹き、芽吹きでもんす。ておい、デーゴロ、今日は何を食べてるんだ。これは茨城県が誇るキャベツでもんす。おお、それはうまそうだ。
だが我々には農地を手に入れるという使命がある。そうでもんすよ。肥沃な茨城の農地を手に入れるでもんす。前回は変な小娘に邪魔されたが、今回はそうはいかんぞ。いかんでもんす。この白柿積みの田んぼをむっちゃくちゃにして、田植えができないようにしてやるのだ。やばいでもんす。悪魔でもんす。人でない。さて、田植え頑張りますか。シルドに大変よ、サナエちゃん。田んぼ。どうしたの。私を通り過ぎるものすべてボロボロになるの。愛しのローラくんでもんす。にひひひ、やれやれ。これで田んぼは全滅だ。あのロボット、こないだの。稲穂ちゃん。説明しよう。バラキサナエは大地の精霊とトランスフォームすることによってアグカルエンジェルバラキちゃんに変身するのだ。アグカルエンジェルバラキちゃん、ただいま参上。農家の愛を噛みしめて。やめなさい。ニヒ、また出たな小娘。この前のお返しだ。やっちまうでモンス。ミンチにしてやれ、ローラ君。いやー、ミンチになっちゃう。いやー、相変わらずすばしこいやつだな、モンス。バラキちゃん、反撃よ。よーし、でいやっと、せいこう。力を使わないと。逃がさないでモンス。逆回転でモンス。すごいから身動き取れなくなっちゃう。にひひひひ、泥まみれで動けなくなったところをぺちゃんこにしてやる。やるでモンス。頑張ってバラキちゃん。あの車輪をなんとかしないと。車輪。あ、そうだ。田んぼ走行に免許はいらなくても暴走は許されないのよ。それを邪魔するなんて許せない。くそー、動けモンス。大地の愛を力に変えて。この世にはびこる悪を成敗。くらえ、レインボーライシャワー。
疲れ様。ありがとう。たくさん田植えできたね。何言ってるの、明日はもっと大変よ。明日は？明日は倍の量の田植えが待ってるからね。くそー、また負けたでモンス。おなか。え？ついたー！ あー、おい、なんでいつも終わった後暴れてんだ。くっー、キャベツ一人で食べてたのにまだ足りないでモンスか。いやー、ほら落ち着け、バカ、危ないって。こら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 、それはポジリン、ポジリン。痛いでモンス、痛いでモンス。そういえばあいつの名前を聞いてない。それより痛いでモンス、痛いでモンス。今度名前を聞いてやるぞ、この野郎。